こうやってギシギシ上にやりながらやる。3回すすって、タイマーを。お休みの日にするメイクとあとスキンケアを紹介したいと思います。イエーイ。使ってるポーチはこれです。これは私が7歳 の、 あのお誕生日の時に、うん、あのおばあちゃんに買ってもらったやつです。そうだね、まっかつけまっかつ。それでオープン。はい、こんな感じです。こっちゃんがね、普段使ってる、よく使う化粧もね、使っててすごいね、もう周りとかすごい汚くなってるけど、めっちゃ待ってる。ここの中はこれはリップなのかな。まずはこれを塗ります。あの本当はこういうパクパフが欲しいんだけど、うん、あのないから、いつもこれをこれで塗ってます。そう、まだね、ファンデーションはせっかく肌が綺麗だからもったいないからね、ちょっとあえて買っておりません。そうで、つかなくて。よし、これでこうやって伸ばしていきます。顎はグリグリして、ここから伸ばしていきます。どうせほっぺとかは塗るので、もうこの辺で私はこれでいつも終わってます。こちら鼻、なんか高く見せたい場所に塗るやつ。これを鼻と、鼻と、あとここ T みたいに塗っていきます。よし、OK。 次はアイシャドウをやっていきます。アイシャドウはこちらです。はい、これがね、100均のやつで、これはなんか双子座の人が使うといいみたいな。そうそうそう、星座別のアイシャドウ。あとこの辺はね、おばあちゃんにもらったアイシャドウを使っております。今日はどれ見ますか。で、いつもこれをね、使ってたの、うん、だけど、つい最近これを買ってもらって、色合いのあるね、このキラキラ黄緑が手に入ったということなので使っております。アイシャドウ塗ります。で、この黄緑ね、若干キラキラなんですよ。アイシャドウに結構時間がかかります。左手でやってて、ちょっと難しいです。はい、OK。そしたら、この、なんか、あの、なんだっけ、ラメラメのピンクを、トゥントゥンってつけて、で、あの、ここの、なんだっけ、これ名前。涙袋のところを塗ります。ちょっと失敗したけど、ね、涙袋を。はい、OK です。これで次、このね、この濃い方の茶色を使ってる。これはね、チコちゃんの星座のやつ2色入っております。なんだけど、ちょっと長すぎた。で、あの長すぎ、あ、今日一発で成功した。今右目の方が化粧した方。ちょ、目閉じてみて。あ、意外と綺麗にちゃんとやってるね。で、左目これからね。いいじゃん、いいじゃん。見るときとか、動画見るときとかも、なんかね、メイク道具、なんかメイク動画が多いんですよ。最近ね、お化粧が好きで、お勉強してやってるそうです。こんな感じになります。次は、またこれやるんだけど、なんでっていうと、これがね、隠れちゃうの。さっきやったやつが。うん、だから、そのやったやつの上から、もう一回ちゃんとツンってやっていきます。こんな感じで。こうやってやったら、もうアイシャドウはおしまいです。よし、次はほっぺをやっていきます。ちなみに使うやつはこちら、100均です。はい、こちらも100均で購入したチークでございます。ずっとお世話になっているものですね。こちらその色好きなんだよね、ちょっとピンクっぽいやつ。あんまりね、見えないんだな。よし、オッケー。次はマスカラ。はい、見してください。はい、もう切ったざいけどね、これはメーベリンのいいマスカラでございます。これはこうやってギシギシ上にやりながらやる。3回すすって、
上手に塗るね。うん、上手だよ。で、下のこっちのまつげも一回やったんだけど、もうぐらい。そうだね、下まつげは難しいからね。だからやってます。次はこれ、眉毛をアイシャドウで塗っていこうと思う。眉毛、はい、眉毛アイシャドウ、緑っぽいアイシャドウで眉毛を塗る。あの、伸ばすんじゃなくて、ちゃんとあるから、うん、伸ばすんじゃなくて、色をちょっと緑っぽくします。ちょっと色をつけたいんだね。そういうこと。じゃあやっていきます、うん。ドンドドンドドン、これ意外といい感じにいくんだよ。だからみんなも好きな色でやってみてね。アイシャドウで、眉毛を描いてみてください。はい、こんな感じね。今眉毛塗った方がこっちのちょっと緑っぽい、あの色が眉毛のちょっとネズミ色っぽくなるから。あー、そういうことね。かわいい。次にリップを塗っていきます。リップはありすぎていつも迷いますね。こんな感じのリップも持ってます。もうほぼね、赤い感じ、ちょっとピンク寄りが多いのかな。そう、でもね、あのピンクをやった方が私は好きかな。どちらにしようかな、天の神さんの言う通り。これで、これで決まりました。でもこれがいいからこれにします。なんやねんこれ。で、あの濃いからなんかマクドナルドみたいになるの。だからティッシュでちょっと薄めようと思います、うん。意外とちゃんと化粧してんだね、いつも。うん、してるよ。いつもはね、もうね、休みの日に化粧してるから、お母さんたちが起きてきたらもはや化粧完了してる状態がこっちゃんは多くて、ちょっとこんなちゃんとしてるとは意外と思わず。で、最後ね、これキキララちゃんのこの中からラメラメのやつを塗っていきます。これはこうやってがっつり塗っちゃうの。あ、今日はいい感じに。がっつり塗ったら押さえていく。ティッシュオフっていうね、これ本当大人でも化粧するときはやるかな。うん、そう。そうするとこの赤色が消えて、この唇がラメラメになる。めっちゃ綺麗にラメってるね。そう、これは私が発見したものなんですよ。いい感じ、いい感じ。でね、ちょっとあの赤いじゃん、うん、赤あんま好きじゃないから、リップの赤のガッツリで、うん、だからこのピンクでちょっとやろうと思います。これさ、皮が邪魔くさいんだよね。そういうのはね、唇がね荒れてるからだね。今度は保湿リップをちゃんとするといいかもね。これで完成です。イエーイ。こんな感じです。はい、こんな感じで結構意外とちゃんとお化粧を普段しております。ということで、しばらくはこの状態で手を沸いて夜スキンケアを紹介します。今からあのお風呂に入るので化粧を落としていこうと思います。はい、こちゃんが今使ってるのはこういうね、オイルタイプじゃなくてシートタイプの化粧落としを使っております。じゃあ今から落とします。今こっちからこっちがすっぴんで、こっちからこっちがメイクあり。こっち見て。うん、なんか分かるような分からんような。化粧を落としたのでお風呂行ってきます。はい、行ってらっしゃーい。またねー。お風呂から出て夜のスキンケアをしていこうと思います。まずはこの練乳イソフラボン。惜しい。豆乳イソフラボン。練乳ではありません。豆乳イソフラボンのね、ミストタイプをこっちゃんはこれは毎日使ってます。はい、いくよ。これお風呂上がりにやると冷たくて気持ちいいからいつもやってる。これあの休みの日、うん、の土曜日か日曜日とかの時だけはこの
BTS のここのほっぺだけのタイプのパックをやってます。そうポイントパックね、これも何種類か持ってて、ま、これも休みの日に定期的にパックをしてる感じかな、はい、つけます。うん気持ちいいわ、うん、ちょっと、うん、ちょっと向きをちゃんと、よしこちら、はいこちらね、これはねもうね病院でもらった薬ね、ちょっといいやつなのでこちらをいつも使っております。カサカサだから、下の方を先にやってる、いつもで最後に上の方をやってる。あのもうさもう暑いじゃん最近、うん、だからもう半ズボンとか履いてるからカサカサ見えるね、だからしっかり塗ってる。うん女子です。女子だよ、知らなかったのかい。よし、あと腕にも塗ってる。はい、パックをあのつけてる間にお気に入りの人形ちゃんとお顔のマッサージします。まず頭を、あはっ、次はこれをコロコロやります。パックの上からやってる。はい、次最後にこれをやります。わー気持ちいい。最後に、ストレッチをしていきます。まず足を開いて、おいっちにさあ、いてて、おいっちに3、4、5、6、7、8 2、2、3、4、5、6、7、8。で前にベタって倒れます。そうこっちは柔らかいんだよねすごくね。1、2、3、4、5、6、7、8。次にこうやってやって、あこちゃん体は柔らかい方で、こんな感じで毎日ストレッチも欠かさずやっております。はい、ということで今日はこっちゃんのお気に入りのお化粧とスキンケアを紹介しました。はい、見てくれてありがとう。チャンネル登録してください。バイバイ、また。